やっぱり読売グループというマスコミを持ってるでしょ。デイリーがあるじゃないですか。デイリーそんな4番バッターをずっと10年も20年もあるわけないよ。7番打つ金本は見たくない。僕らの時代で、はい、今のようなその高額な年俸もらえるようなまた複数年の契約をしてくれるような時代であればやっぱもっと野球大切にしたと思うんだよな。いや野球大切にしてましたよ。いや高額年俸じゃないけどそれ野球しかなかったですから。加藤さんだって多分そうで、いや大切にしたけど、はい、もっとね違う形で長く野球やろうと思ったと思うんだよ。僕の場合は、はい、そういう気持ちでやってたんだけどやっぱりね24歳ぐらいでホームランを取ってでチームの4番を打つようになってこう阪神というチームでまあ一本の柱みたいな形で野球やっていくようになるわけだね。なりましたね。あと周りのマスコミのやっぱり僕の見る目だとかファンの方の僕の見る目だとかそれは巨人のやっぱりファンの方たちだとかマスコミの選手に対する対応と阪神は全然違うと思うんだよ。どういうふうにですか。まあ、巨人の場合はやっぱり読売グループというそのマスコミを持ってるでしょ、うん、持ってる。だから変な記事をマスコミが書くことある。でも原さんとかはやっぱり岡崎さんと同じような立場で4番バッターで、うんうんうん、まあ阪神の大将が掛布さんだったらジャイアンツの大将は原さんの4番という意味ですね、うん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 、やっぱそこの叩かれ方は原さんも結構きつかったよ。でもねそこでね放置新聞なり読売新聞っていうのがあるでしょ、まあ、カバーしてくれるところはあるでしょ。そう、はい、だから阪神の場合はデイリーがあるじゃないですか。いやデイリーデイリーないですか。結構来ますか。デイリーも来るから。あだから一番その嫌だったのはこうやって話をしててね、はい、全てを一通り書いてくれれば同じ記事が生まれるけど、うん、あいうえおって僕が言ったとして一人の記者たちはあを書きたいんだよ、うん、で一人の記者はおを書きたいわけだよ、うん、であとおがつながらないわけ。なるほど。だ全く正反対の記事ができるわけだよ、うん、だからどうなってんだという。それで阪神ファンの方たちもその僕がそのホームランを取って結婚をしてその翌年ちょっと怪我をしてしまったんだけど、まあ、それは女房に対する攻撃、それで電話鳴りやまない、手紙はカミソリの刃が向いたような手紙が何通も来る。すごいです。いやだからそういうそのなんていうのかな、ファンの方に対する接し方だとかマスコミに対する接し方ってそんな怖がることもなかった。ちゃんと接したつもりなんだけどもそういう距離感じゃない距離感を感じる時ってあるのよ。じゃあそういうものに対してその大きな読売グループというマスコミを含めたねそういうものの中でやる野球と阪神タイガース電鉄のその持ってるチームが野球やるその環境の違いっていうのはね全然違うものがあると思うの。だからあの星野さんもその阪神の監督になられた時に、はい、いや掛布これある意味お前巨人よりしんどかったやろって、巨人よりやる野球はしんどいなって言ったから、うん、周りの圧がね、だからお前がなんかその早く辞めたのが分かるような気がする的なね、まあ、中日でも中日新聞がありましたもんね。あったから今のようなその甲子園の球場の雰囲気も全然我々の時代とはもう全然違いますからね。本当に野球を応援してあげよう楽しもうというファンの方が足を運ぶ環境が甲子園に整ってきてるから今の選手はすごくやりやすくなってるし、しかも頑張ればそれだけの評価をしてもらいそれだけの年俸をもらいで複数年という権利を勝ち取り、そしたらやはり40歳近くまで野球はできるでしょう、うん、まあでも当時今は分かります。当時はレギュラーだった人間がレギュラーじゃなくなったら引退になる、はい、まあ、4番バッターが4番ではなくなったら引退になっていうのが読まなければいけないという風潮あったでしょ。 ありました。だから原さんもそうだし掛布さんも、はい、やっぱり4番のこうそんな4番バッターをずっと10年も20年もあるわけないよ、ね、ないと普通に思うんですけど4番バッターっていうのは単純に一番すごいバッターですから、うん、
だからそこで戦われてたから、僕らはもうその端っこにいたから、まあ何になろうが球団が契約してくれればしがみついてやるような人生だったんですけど、そこ自分で引退を決めなきゃいけないような選手っていうのは大変だったと思う。その打順もあるのかな。いやそれはありますよ。そうだよ、王さんは30本ってやめてるんだもんね。江川さんも昨日言ったんですけど、あの13勝してなんでやめんの。そうだよね、13勝した人今年ジャイアンツいませんみたいな。そうでしょ、だ自分の投球ができなくなったって言ってましたけど、でしょ、まあ、皆さんやっぱりそこの高みを見た人はそうなん、掛布さんも多分そうなんでしょうね。そうなんだよね。だから4番としての野球ができなくなった時のその判断なんだよね。でもね、その時にあのなんていうのかな、これちょっと僕の逃げだと思ってもらって結構なんだけど、まあ、僕30歳で今優勝したわけだよね、はい、で4番打ってました。だからその30歳の時に複数年の契約を勝ち取れるような契約をすると、うん、その3年間の中で野球を考えることができるでしょう。まあちょっと腰を落ち着けてですね、そう、はい、じっくりとちょっと自分なりに1年間の勝負をしなければいけないけど、1年の勝負と同時に3年球団が契約してる中で3年間の中でどういう野球をやらなければいけないかという考え方もできるよね。そうですね、うん、だから僕らの時代って1年1年勝負で1年ダメであればもう永久戦犯のように攻撃をされる時代があったから、まあそういう意味ではその4番として今岡崎が言ったように4番だからそういう判断をせざるを得なかったのかもしれないな。まあ掛布さんも本当にそのトップの人たちってもう自分で決めるしかないじゃないですか、引退というものを。まさかいくら球団というのはクビにはできないわけで、そうだよね、リリースはできないわけで、自分で決めなきゃいけない人たちって結構きつかったんだろうな、まあ、今でも多分そうなんでしょうけど、だから思いますよね。僕ね、金本は現役の時に、はい、やっぱり4番をもう肩を怪我をしてその4番を外れるようなで野球やってる彼を見た時に、これ変な意味で言ったんじゃないのよ、ちょっとある場所でのトークショーの中で質問されたん、金本選手はこうこうでこうですけどと、その時僕はその7番を打つ金本は見たくないと。まあそうですよね、ね、それいい意味でも悪い意味でも、それ変な意味じゃないのよ、いい意味ですよね。そうしたらもう翌日そこに新聞社がいて、翌日一面だから掛布が7番金本は見たくないみたいな、それは新聞記者としては飛びつくところです。飛びつく。それは僕は新聞記者だから飛びつきますよ、はい、あ、そう。そっちが正しいと思いつつも飛びつく。そう、一面の一面の。そう。だからね、はい、あれなんでこんなことで、俺はそういう意味で言ったんじゃないんだけどなっていう。でも実際そうですよ、金本が7番の金本、うん、原さんもそうでしたけど、うん、6番の原さんも見たくない、うん、 そうだよね、それだったらもう下げた方がいいみたいな風潮って当時からありました、うん、だから今あまりないですよね。ないよね。ないです。今誰が4番か分からない時代です。分からない時代だもんね。だそういう意味では我々の時代の野球も僕もすごく好きで楽しかった、楽しんだと思うんだ、1年1年勝負する野球を。楽しかったです。楽しかったよね。それと今のようなその FA だとかそういう形でいろいろなチームの中心を打ってる選手が違うチームに行くってことはない時代だったじゃない。ないです。だからなんかそのチームの色ってのが明確に出てたよね。このチームの顔みたいなものがあって、うん、その人が映るってことはありえなかった。まあ昔はあったんでしょうけど、例えば掛布さんが、まあ、当時 FA まだなかったと思うんですけど、 FA があっても掛布さんが FA でジャイアンツ来たり、あるいは原さんが FA 使ってジャイアンツ来る、たとえサラリーが倍の条件があってもありえないです。ないです。ないよね。ないです。そこなんだよな。今はトップの人がこう動くから動くもん、ね、まあ、それはそういう時代なんでしょう。時代なんだろうけど、なんとなくこうチームの色っていうかがグラグラ変わるような。だから僕ね、それはね、あの選手として別にその選手の野球の評価が高いところに行くってそれは間違いじゃないし、それはもう僕もいい と思うんだけど、何かそのチームの色っていうものを感じた時に、なんかそこで終わってもらいたいなっていう、あ、僕もそう思いますよ。気持ちあるんだよね。今の人たちはでも何をか、ファンも含めてどういうふうに感じてるのかって、
仮にそのまあ阪神の場合はあの広島から新井選手が来た、はい、そうですね、ね、金本選手が来た、ね、シーツまで来たから、そうですね、だ阪神対カープだよな。あそうです、ね、それぐらいの広島からいい選手をそれで勝ったわけだよね、うん、だそういう阪神に対して広島のファンの方はどう思ってるのかな。だからファンの人たちもそれが変わってきたんじゃないですか、うん、当時だったら受け入れられるのかな。もう例えばそうです、例えばあの掛布さんが FA 使ってジャイアンツに来るとしますよね、うんうん、でジャイアンツの日本に来て甲子園に乗り込むとしますよね、うん、昔だったらもう大変ですよ。大変だよ、それこそ物はそうできないです、危険です。でも今の人たちはそう、うん、受け入れるよ、拍手で迎えたりするでしょ。だからそれはファンも含めて、うん、こうそういう考え方っていうか変わってるのか、変わってきたんだと思いますよね。だから僕はもう高橋由伸監督から原監督に変わった時にその丸というね、はいはい、あのカープを連覇の中心選手がそのカープからその巨人というねその野球を選択していくわけでしょ、うん、これでまた巨人を、ね、優勝させるわけでしょ、ああいう姿を見て本当にやっぱり時代が変わったんだなって感じがするよね。